そしてご覧いただいているのは最終12レース S 級決勝戦のメンバーです。ご覧の9人での対戦、このレース発走予定時刻午後4時35分発走予定時刻午後4時35分電話投票締め切り4時32分です。ではここで9人のインタビューをご覧ください。決勝戦、九州の若手の自力型揃いましたよね。そうですね、はい、もう九州も、はい、強い若手の選手がたくさん育ったんで、はい、みんなで走りたいなと思ってます。他のメンバーをご覧になってはどうでしょうか。そうですね、もう、はい、もう強い選手がたくさんいるんで、はい、もうチャレンジャーの気持ちで頑張ります。この3連勝での決勝進出です。現在の状態としてはどうでしょうか。本当にレースの中で何でもできてますし、状態面は問題ないので、あとは力を出し切ることだけ考えて走ります。南関東は一人ですがどうでしょう。そうですね、一人になってしまったんですけど、うまくレースの流れ見て、いい立ち回りできるように走りたいと思います。決勝戦福島2社ですがどうしますか。はい、もう和成君いるんで任せてそこから頑張ります。今シリーズの渡辺選手ご覧になってどうですか。いや、もうここ最近いいレースしてるんで、もともとスピードもありますし、しっかり対応したいなと思います。まず3日間振り返っていかがでしょうか。そうですね、車検に貢献できてるんでいいのかなと思います。決勝戦中部2社になりましたがどうしましょう。いや、もういつも通り自力で頑張ります。他のメンバーをご覧になってはいかがですか。いや、もうすごいメンバーなんで、ただ自分の力しっかり出し切れるように頑張りたいと思います。決勝戦地元の北鶴選手など九州4社揃いましたね。そうですね、もう僕がラインの先頭で目いっぱい行かせていただきます。この G3 の決勝戦優勝されたコーチ以来となります。どうでしょう。そうですね、やっぱり、決勝の舞台がなかなかないことなんで、しっかり全力を出し切れるように頑張りたいと思います。決勝戦2日目にも連携した竹内選手もいますがどうしますか。そうですね、しっかり迷惑かけないように、追走したいと思います。他のラインご覧になってはいかがでしょうか。そうですね、もう決勝なんでかなり強敵ばかりですけど、2人で頑張りたいです。決勝戦九州4社となりましたね。並びどうされますか。ちょっと大分の南九州の先輩なんですけど、阿部さんに前行ってもらって自分番手で頑張ります。今シリーズの阿部選手ご覧になってどうでしょうか。最近の走りもそうですけど、すごいいい走りしてるんで、もう信頼してついていきます。決勝戦九州揃いましたね。そうですね、ちょっと若手が3人上がったんで、はい、伊藤選手並びはどうするんですか。そうですね、九州の4番手でしっかり前の3人を援護したいなと思います。4番手では初めてなんですけど、しっかり前と後ろの動き見てしっかり自分の立ち位置を決めていきたいなと思います。福島2社となりましたね。はい、郡司君空いてるんですけども、成田さん後ろを回ってもらいますし自力で走ります。対戦相手ご覧になってはいかがでしょうか。はい、若手が多いですし、細切れになってしまったので、どこかチャンスあれば一発仕掛けたいですね。12レース決勝戦のインタビューご覧いただきました。どうぞ最終レースお楽しみください。さあ、変わりましてこちらは決勝戦関東門選手の表情となります。さあ、人気を集めたのは北鶴選手、郡司選手となりましたが、誰が優勝するでしょうか。実況大村敦さんでご覧ください。中野カップレース、開催初日は大雨の中での戦いも数ありましたが、2日目からは一転しまして30度を超える暑さ、バンクからの照り返しもあり、灼熱のバンクコンディションの中、まさに熱い戦いが続きました。さあ、いよいよシリーズ最後の競争、最終第12レース決勝戦へと移ります。距離は2025m、5周回、先頭固定競争、先頭誘導員稲吉優太選手が務めます。では今年の中野カップレースファイナリストを内から順を追ってご紹介いたします。1番は福岡北鶴翼、2番神奈川郡司浩平、3番福島成田和也、4番岐阜竹内優作、5番大分阿部雅宏、6番愛知岡本壮、7番沖縄伊藤壮馬、8番熊本伊藤朝日、9番車福島渡辺和也、以上9人によりましてシリーズファイナル決勝戦が争われます。
並びは3つ作られました。選手紹介94社は熱い4社の連携結束を作ります。福島道県渡辺成田、そして竹内には岡本でチューブライン、 S1 2番の郡司浩平は換気扇、1番車北鶴翼は若手の力を借りての連携、ライン3番手回りで初手のポジショニングとなりそうです。発送します。川手の号令が9人にかかりました。栄冠をかけての戦い、各社前傾姿勢と移ります。さあ号砲になりました。第12レース決勝戦発走。さあまずは6番の岡本壮、内からは1番の北鶴翼、2番の郡司浩平も出ました。6番の岡本壮が誘導員との距離を縮めまして、1番の北鶴翼2番手、2番の郡司が3番手、3番の成田和也が4番手、そして5番車の阿部正弘が位置を前へと上げていきます。7番の伊藤壮馬、そして9番の渡辺和成が後方から車を進め、伊藤壮馬の後ろに8番の伊藤朝日がいて、4番の竹内優作上昇、前は6番車岡本が通りましたので4番の竹内が正攻法のポジションとなりそうです。1週間目4コーナー回ります。その竹内逃げてペースに入れて2つの予選逃げ粘っておりました。6番の岡本の前取り、オール連帯での決勝進出、中部勢2社前段です。2週間目1コーナー回ります。5番の阿部正弘が3番手、7番の伊藤壮馬、1番北鶴、8番の伊藤朝日で中段位置、そして2番の郡司は初手のポジション7番手短期戦、後方2社が9番の渡辺、3番成田の福島同県連携です。3番手の5番の阿部、準決勝並走からのかましで竹内をまくりました。7番の伊藤壮馬が阿部の後ろ、北鶴の前で責任の重いポジションであります。その北鶴、3日間は10秒台の上がりタイム、九州連海が誇ります。大砲として手応えありでありましょう。その後ろは8番伊藤朝日、普段は前回りの競争でゲリラ戦で活用するその器用さを後ろ固め、ラインしんがりで活かせるか。2番の郡司は短期戦です。7番手、3周回ミスセンター回ります。俊敏なレーサーこぶまくりのスピード、まさに隙のない戦いぶり。そして上がっていきます2コーナー、福島コンビ、9番の渡辺は成田を3番手回りにさせられませんと前回り自力戦を選択、勝負し成田追走。ここには5番の阿部が3番手から福島コンビに注文をつけて車を外へと持ち出している。ただまだ上がってはいません。8番の伊藤朝日のさらに後ろに2番の短期郡司、福島コンビは車を引きます。さあ4番の竹内どう出るか、5番の阿部が上昇してきました。竹内は出しました。さあ7番の伊藤壮馬、1番北鶴、8番伊藤朝日まで九州4社出切った赤番周回の2コーナー、2番短期郡司が5番手、そして中部勢が6、7番手、福島コンビは8、9番手、1列棒状金が入って2センターから4コーナー。さあ2番の郡司、内に進路を取って、まずは8番の伊藤朝日をさばいた。1番の北鶴の後ろ、2番の郡司が取り切りました。7番の伊藤壮馬番手車間を切って、さあ8番の伊藤朝日は今度は追い上げていきまして、2番の郡司内に詰まった。さあ7番の伊藤壮馬が2角発進、1番の北鶴その後ろ、そして2番8番3番手でもつれる。9番の渡辺和成外から迫るのを3コーナーいけるか。北鶴の後ろは2番の郡司が取って、さらに内を続く1番の北鶴か、2番の郡司か、1番の北鶴翼か、2番の郡司か、1着争い、1番の北鶴に軍配が上がったや否や。第12レース S 級の決勝戦、2番の郡司は内々前へ前へと攻めて、あくまで北鶴の後ろを取り切るという戦いをいたしました。リプレイ映像、1番の北鶴翼、2番の郡司浩平、両者の伸び比べ、どうやら1番の北鶴翼に軍配が上がりました。九州の次世代を担います若手たちの力を借りて、長らく九州地元福岡の地から離れておりました中野カップの栄冠を、九州の大砲北鶴翼、どうやらわずかの差、僅差制して栄冠取り戻しました。2着は2番郡司浩平、 S3 らしく短期ながらも大いに見せ場を作る競争で、そして7番の伊藤壮馬、責任果たしての3着入選。入選順は1番2番7番、審判からの決定報道ありますまで今しばらくお待ちください。最終第12レース決勝戦でした。最終12レース決勝戦終了いたしました。今シリーズ通しての実況は大室敦さんでした。さあここは九州4社並びまして、主導権を握っていきました。現在大声援に包まれているのは1番地元の北鶴翼選手です。
北鶴選手の優勝が決定すれば8年ぶりの地元選手が優勝したということになります。さあこの若手の力、阿部選手、そして伊藤選手、伊藤壮馬選手ですね、前を走ったのは。ただ SQS さん、郡司選手もかなり勝負強いところを見せました。ゴール勝負となりまして、最後踏み勝ったのは地元1番北鶴選手でしょうか。では放送が入ります。開設73周年記念久留米競輪第28回中野カップレース決勝決定。1着1番北鶴翼、2着2番郡司康平、3着7番伊藤壮馬。お客様に第12レースの払い戻し金をお知らせいたします。枠番2連勝複式12400円、枠番2連勝単式12730円、車番2連勝複式1番2番370円、車番2連勝単式1番2番710円、3連勝複式1番2番7番550円、3連勝単式1番2番7番1720円、ワイド1番2番180円、1番7番180円、2番7番280円、以上でございました。最終12レース決勝戦の結果です。1着1番北鶴翼、2着2番郡司康平、3着7番伊藤壮馬。払い戻し金です。2車単は1番2番710円、3連単1番2番7番1720円、その他の払い戻し金額はご覧の通りです。では終了しました12レース決勝戦を VTR でご覧ください。はい、振り返っていただきますが、さあこれね、はい、前を取ったのが竹内になりましたね。ちょっと意外でしたね、で渡辺和成の動きに合わせて阿部が行くわけですけど、まあここでもう渡辺和成諦めましたもん ね竹内も粘るかどうかってところですけども、まあ4人出させて郡司まで出させたって感じですね。まあ郡司もね、5番手から、一射すくうわけですけど、で救われた伊藤浅井も一旦交代するんですけど、もう一度追い上げましたよ ねいいレースでした ね、それはちゃんとラインとして、しようという気持ちがね、結果はどうであるね、これで郡司が詰まれたんでね、もう外に行けないので内をずっと狙ってましたよね。そうですね、ここから渡辺和成のまくりはありましたけども、伊藤壮馬がまくって北鶴、そして郡司という形でここね、郡司が内行ってちょっとこれ早かったので郡司にもチャンス生まれましたよ ね。もう一瞬待てば郡司のコースがなかったんで、伊藤壮馬も2着に172もあったかなと思います、まあ、優勝をしっかりと掴みたいと思って早めに踏み込んだと思いますけどね、まあ、北鶴の優勝のはもう誰もがこう喜ぶような ね結果になったんじゃないですか、ね、はい、ということで VTR で振り返っていただきましたが、このレース内林さん車検的中となりました。いや、よかったです。はい、複数枚的中がありましたけれども、5500円、5500円あった5500円、94,600円、おお、じゃあプレゼント人数も、いやー僕のものです。いやファンの皆様にね、こうプレゼント人数増やしていただいたということで、最終レース内林さんも綺麗に締まりましたかね。いや、もうちょっと絞った方が良かったんですけど。めちゃくちゃ多かったですよ。11レースまで狙い目だし、それが当たってたらまたさらに足さなあかんから、いろいろ考えてたらぐちゃぐちゃになりました、まあ、だけど結局その元金がいくらでしたっけ。12レースで4区3万6千ですね。からもう9万までいったんでしょ、いやー明日からまた梅雨入り始まるんじゃない天変地異が起こるぐらいの結果なんでしょう。ちょっと軽く力出しましたけど、いやでも本当に初日から的中が多かったので、今回さえは元を取るどころか3倍ほど。いや、的中という言い方やめてください。あ、本当ですか、すいません。何と言ったら良いでしょうか。収益率、あ、回収率じゃなくて1回当たればいいんやから。
うん、もう大きいのが当たればそれはそれでいいし、そう、結果的に見てプラスになっていれば、そういうことですね。まあだけど、はい、ヒットじゃない？まあまあまあ、まあまあまあ、でもこの、なんて書いてたさっき、この決勝はあのね、うん、ある程度見えてる展開ですからね。それではまずはじめに見事栄冠を手にされました北鶴選手にお話を伺っていきたいと思います。インタビューは中野浩一さんよりお願いしたいと思います。中野さん、よろしくお願いいたします。さあ、翼君、おめでとう、はい、ありがとうございます。走る前にね、九州勢が4人いて若い選手たちと一緒に走るという、どんな気持ちでした？いや、もう3ラインの、まあ、結束してもらって、まあ、ラインの3番手に一番優勝に近いところを譲ってくれたんで、もう本当後輩あっての優勝だったなと思います。でもね、ゴール前さすが S 班軍事が来てたよね。そうですね、もう、はい、抜かれたかと思いました、はい、でも手を挙げたとこ見るとちゃんと勝ったの分かった。そうですね、ビジョンを見て、はい、確認しました。記念の優勝はいつぶり？いや、もうずっ結構もう全然優勝できてなかったんで、もう昔話で覚えてない。覚えてないです、はい。うん、まあ、これでね、地元の競輪祭も走れるし。そうですね、はい、もう権利がなかったので、うん、また誘導員になるところでしたけど後輩に助けていただきました、はい。でも今回ね、初日から上がりタイム10秒台連発して調子良かったよね。そうですね、はい、競輪、実践練習ができてたんで、それがいい方向に行ったのかなと思います。はい、ではね、これからも、力はあるんだからしっかり毎回ね、優勝して、ファナナメさんの期待に応えられるように頑張ってほしいと思います。はい、久々の、はい、福岡勢の地元の優勝なんで、はい、はい、ではご覧の、周りのファナナメさんにも一言ご挨拶を。九州の選手みんなで吉岡さんと中野さんに追いつけるようにみんなで頑張ります。よろしくお願いします。はい、おめでとうございました。北鶴選手、中野さん、ありがとうございました。それではただいまより開設73周年記念久留米競輪第28回中野カップレースの表彰式を執り行います。それでは見事優勝の栄光に輝きました北鶴選手に中野浩一さんより中野カップが贈られます。中野さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。来年も勝てよ。中野さん、ありがとうございました。それでは引き続きまして中野浩一さんより花束が贈られます。中野さん、お願いいたします。中野さん、ありがとうございました。ではここで写真撮影の時間を頂戴いたします。それでは準備をお願いいたします。ここお願いします。はい、はい、中野さん、お願いします。お願いします。すいません、こちらレンズ置きたかった、お願いします。笑顔でお願いします。はい、ありがとうございます。あれってよ。お願いします。左もお願いします。
さあ優勝した北鶴選手のインタビューや表彰式、そして記念撮影の様子をご覧いただいていますが、内林さん、表彰式の様子などご覧になっていかがですか。まあ北鶴らしいねインタビュー受け答えでありましたよね。はい、山口さんはどうでしたか。そうですね、今回中野カップということで、やっぱり中野さんがね、地元の福岡久留米で自分同県の後輩が優勝するっていうのは、うん、やっぱ嬉しいだろうなと思ってね、北鶴も安心してインタビューに答えたんでしょうけど、その安心感があんま伝わってこなかったね恐縮感しか伝わってこなかったね。すごいあのマイクの持ち方も両手でキュッと持ってらっしゃいましたけど、このまま映像変えたらあの選挙に出るのかなって思う。あんまり違和感ないよねまあでも本当にこう地元選手が優勝するっていうのは、まあ、その地元地区としてもとても嬉しいことですよね、内林さん。まあ、そう当然そうでしょうね、うん。まあ、僕は琵琶湖競輪場だったので、はい、そういう経験はないですけども。地元ないもんね。地元がないからね、はい、ということで今回祭中野カップレースを制しましたのは地元福岡北鶴翼選手となりました。表彰式の様子、今写真撮影の様子をご覧いただいていますが、暑い中戦った北鶴選手、見事優勝に輝きました。